駆逐は中華人民共和国湖北省武漢市の市街地に位置する四角区で観光三区の一つである。駆逐は湖北省武漢市の市街地の北西部、長江と関水の合流地点に位置し、区の地理範囲は、統計114度9、1 4度17、北緯30度34、30度38の間である。駆逐は、東西国、高幹区と関陽区に隣接する。 区の面積は4 0 0 6トルまたは4 1 4 6トルで、11の街道を所管し、常住人口は86.71万人である。区畜政務センター、中国共産党、区畜委員会、区の共産党指導部である。中国共産党、区畜委員会初期は、区の主張、区畜人民政府、行政機関であり、 区役所に相当する。区逐人民政府区長は、区の行政上の長。区逐人民代表大会、区の国家権力機関及び、議決機関であり、区議会に相当する。中国人民政治協商会議部官士、区逐委員会、政治協議機関である。区逐観察委員会、観察機関である。区逐人民法院、司法機関であり、司法裁判所に相当する。 区逐人民検察院、検察機関であり、地方検察庁に相当する。明、清時代中華民国時代中華人民、共和国時代2016年末現在、区逐は、以下の11の街道及びその会組織である127の尺住民委員会と1の村民委員会を、所管している。 宗関の高層ビルから眺めた東口周関の高層ビルから眺めた西口2016年時点の常住人口は86.71万人、戸籍人口は52万4620人で、うち男性人口は26万1733人、女性人口は26万2887人で、ある。老年人口は8万509人で、 高齢化率は15.29%である。平均寿命は80.67歳で、死亡率は8.07%、出生率は6.97%、自然人口増加率はマイナス1.10%である。駆畜は、交換中石平野に位置し、丘陵地帯がなく、地形は平坦な開き勝地である。昔は、 川と湖の水域で、阿修が群生する吉原であったが、観光の長江への合流点が、関陽の南から、亀山の北側に変わり、河川に運搬された土砂が堆積して、陸地となり、標高は19から22メートルである。愚痴は、観光と長江の合流点に位置し、観光の発祥地である。河川合流点の地理に恵まれ、港湾が作られる。 次第に人口が集まり、ついに十里の朝廷と生害が形成された。口の気候は温暖湿潤気候に属する。冬は寒くて、夏はタウで暑い。無双期間は240日間である。春秋は短く60日間しかなく、夏は125日間で最も長い。冬は1020日間である。年平均降雨量は、 1> 約1300ミ、mm、リメートルで6月から8月の降水量は年間降水量の40%を占める。2016年現在、区の域内 GDP は599.36億元で前年比7.3%増。うち第2次産業は140.66億元で前年比8.7%増。第三次産業は458.70億元で 前年比6.8%増。第二三次産,産業の割合は23.47%と76.53%で、ある。区の登録失業率は3.3%である。区畜 GDP の産業別の割合第1次、産業0減第2次、産業140.66億元第3次、産業458.70億元対5。 広場ビル2016年現在、幼稚園は62園あり、在籍園児は15,119人で、小学校は40校あり、在籍学生数は32,552人で、中高学校は21校あり、在籍学生数は21,212人である。中等専門学校は2校あり、在籍学生数は3,974人である。 家中義大学堂済学院武漢市第4、中学武漢市第17中学区内には空港がないが、武漢天河国際空港から車で30分程度で、地下鉄で40分程度でアクセスできる。中国国鉄 CRH 車両が走っている系、高線関水鉄路橋3本の鉄道路線が、区地区内を経過し、かつて新駅、寒岸駅など旅客駅があったが、 旅客輸送中止に伴い貨物駅になり、現在区内には国鉄の旅客駅がない。ただし、観光駅が隣区の交換区にあり、アクセスが便利である。武漢地下鉄1号線修関駅の駅舎、写真の右は乗り換えスカイウォークと3号線の入り口1号線、口寺駅のホームをつなぐ、歩道橋から見た、停車中の車両理性北路駅高人寺駅、 口寺駅太平洋駅マイナス州赤駅、関西一路駅古田四祖寺駅古田三祖寺駅、古田二祖寺駅、古田一路駅火事予知口駅、筑陽海駅総駅マイナス州赤駅、関西外駅竹勝寺駅、区内に長距離、バスターミナルである、古田客運搬がある。当ターミナルは、武漢市の北西部に位置するため、発着路線は、近隣の関川市、 交換市や河南省の一部都市など、西方面と北方面の短中距離の路線が多い。観光をまたいで区畜と観葉区を結ぶ橋は6本、かかっている。橋以外に、観光をくぐるトンネルは2本あり、両方とも地下鉄の水道である。武漢体育館2016年現在、区所属の文化事業機構は2あり、内文化館が1カ所あり、図書館が1館ある。 区立図書館の蔵書総数は27万冊である。公園区内の証券枠を東西に貫く、開放大道や中山大道など大通りの道沿いに形成されている。うち、区畜と交換区をまたぐ観光地域屈指の大証券である、部下に広場証券がある。道済、委員広島委員東区湖北省第3、人民委員2016年現在、 医療衛生機構は327あり、うち病院が46あり、社区衛生サービスセンターが11あり、社区衛生サービスステーションは23あり、その他医療衛生機構が247ある。病床数の合計は13,614であり、1000人当たりの医者数と、病床数は10人と15.7である。産休病院、ありがとうございます。